梶前隆一は奈良県北カツ郡高軍町出身の元プロ野球選手。ニックネームはカジ。小学4年生途中から軟式野球チームがミブラザーズで野球を始める。また、その年には自身が通う小学校の運動場観覧席中段へホームランを放ち周囲を驚かせた。中学時代には柏原コンドルでプレーする傍らズバ抜けた。 身体能力を活かし、中学校の陸上部にも所属していた。同じなら出身の同級生に現地バロッテマリーンズの小木野隆がいる。智弁学園校では1年夏、2年夏と甲子園に出場し、共に3回戦進出。高校通算で43本塁打を放った。東海大進学後は MVP2 回、ベストナイン5回。 首位打者を1回受賞するなど首都大学野球リーグを代表する外野手として活躍。4年時には第56回全日本大学野球選手権大会で準優勝、北京プレオリンピック野球日本代表にも選出された。リーグ通算85試合出場、289、打数104が安打、打率、360、12本塁打、65打点だった。 2007年11月19日の大学生、社会人ドラフト会議で読売ジャイアンツから40目で指名を受け、11月29日に契約金5500万円、年俸1000万円、背番号50で仮契約。目標とする選手として、目標は高く持っていたいので、原監督の現役時代のような選手になりたいです、と。 東海大の先輩である玄監督の名前を挙げた。2008年、ルーキーながら2軍で打率、313、7本塁打と活躍した。6月1日、松本哲也と入れ替わりに1軍昇格し、さらに同日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、最終回12回裏に、センターの守備固めとして初出場した。6月6日、対ロッテ戦の延長10回裏一時、 同点の場面で、川崎祐介から右翼スタンドに、プロ入り初打席初本塁打を放ち、さよなら本塁打となった。この、プロ初打席さよなら本塁打は、日本プロ野球史上初であり、メジャーリーグにおいても過去に例がない。矢野健治や大同点、吉見などが故障からに軍スタートとなったこともあり、右の外野手の控え、代打大走。 守備要員として2009年開幕ベンチ入りを決めたが、シーズン無安打に終わった。2010年1月22日、ゴルフバッグやバットなどが盗まれる、車上嵐に遭うが犯人は逮捕され、盗品も返還された。シーズンは前年に続き無安打に終わり、2011年は3年振りの安打を放ったが一軍に定着できずシーズンを終えた。2012年は、 開幕一軍こそのガスものの4月10日に一軍登録4月29日には決勝タイムリーを放ち4年振りの打点ヒーローインタビューを受けた5月17日には代打の代打として登場しプロ初となる犠牲フライで決勝点を挙げシーズン二度目のヒーローインタビューを受けたまた勝利打点を挙げた両日ともに代々魂2012と称した 大々魂ユニフォーム着用日であり、カジ事前もヒーローインタビューの中で、弦が良いですねと発言している。最終的には47試合の出場に止まったものの、8打点中4打点が、勝利打点を記録し、シーズン4度のヒーローインタビューを受ける。2014年10月25日、巨人から戦力外通告を受けた。同年十2球団合同トライアウトに参加した。 ものの NPB 球団から声はかからなかった。2015年より社会人野球の三菱重工長崎に所属し主軸としてチームを支えた。2016年末にはチームが横浜市の三菱日立パワーシステムズと統合されることに伴い移籍。三菱日立パワーシステムズでは2017年から3年連続で都市対抗野球大会に出場し、 2018年から2年間は打撃コーチ兼任で若手の指導にも当たった。2020年限りで現役を引退。以後は社業に専念する。ありがとうございます。